こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、まあ、商品紹介というより、本日は、購入品紹介ということで、まあ、僕、万年筆買うときは、このキングダムノートというとこから、まあ、新品だ、あれ、まあ、中古だったりして購入してるんですけれど、まあ、そこで購入した今回、万年筆の紹介をしていきたいなと思います。じゃあ、ちょっと開封していってみましょうか。実際にはね、こんな感じで入っています。で、実際の商品はこの程度のものになります。今回はまあ新品同様の中古品ということで、まあどうなんでしょうね、まあ、中古嫌っていう人も当然いてはるんですけれど、まあ、僕万年筆はね、実は当たりさえついてなかったら中古でも全然構えへんなっていうふうには思ってますね。まああんまり安くて古いのを使うのはちょっとどうかなとは思うんですけれど、まあ新品同様とか、まあこれも去年やったか一昨年出たばっかりの商品なんで、まあこんな感じで梱包はされています。今回の購入品はこちらになります。ペリカンの万年筆、スーベレン M605 ホワイトストライプ、国内限定1600本限定発売になっている商品で、まあ、定価が4万5千円プラス税ということで、まあまあの、まあ、4万9500円か。なかなかですね。で、M605、まあ、M っていうのは、まあ、このスーベレンの頭文字で使われてる感じのタイトルで、さらに言うと、600シリーズっていうのは、まあ、やや大きめ。日本では400が人気とか言われてるんですけど、実はこれ400と大して大きさ変わらないんですよね。ただまあ、ちょっとペン先が硬いということで、こんな感じですね。これ14金のロジウムコートを使われています。なかなかかっこいいですよね。まあ、あえてロジウムコートを使ってる、ロジウムプレートを使ってるっていうのはなかなか、まあ、14金よりも、ロジウムの方が、まあ、硬いっていう性質もあるので、なかなかいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ツーベレンって言ったら通常緑のストライプが有名なんですけれど、まあ、ちょっとこのホワイトシルバーのこのコントラストに負けて、どうしても欲しくて、ずっと悩みつつ、新品買おうかどうしようかということで。で、キングダムノートさんのホームページでは、その書いてるとことか、紙筆してるとことかの動画も見れるので、まあ、ほぼほぼ新品やろうと、若干スレがあるくらいって書いてあったんで、まあ、購入してみました。僕購入した金額3万2000いくらですね。で、税込み送料込みということだったので、まあ、だいぶ、お安く買えたかなと。ネットではね、3万8000円ぐらいで売ってる商品なんですけれど、まあまあ、なかなか良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ペン先については EF、F、M、B の4種類が発売されてるんですが、今回僕が購入したのは F ですね。まあ M も売ってあったんですけれど。で、まあ、ここ回していくと、多分ちょっと中微妙に見えると思うんですけど、このポンプが降りてきて、で、このままインク瓶に浸して、反対に回していくと、こう、インクを吸い上げてくると、ちょっと見えてると思うんですけど、ということで、ただまあ白なんでね、何色入れるかすごく迷うとこなんですけれど、まあ欲しかったので、ちょっと嬉しいなとは思います。しかも実はね、スーベレン初めて購入したんですよ。ペリカン自体は M200 シリーズ2本持ってるんですけれど、まあ400買おうか600買おうか、まあ本当は800とか欲しかったんですけれど、まあ今回はこのホワイトに負けて、初めて買うスーベレンシリーズが M の605ということになります。
まあ、605の丸5っていうのは、まあ、このシルバートリムが丸5になります。2本持ってて、こちらが205。これ205になりますね、シルバーなので。で、こちらはゴールドなので200、M200 という、まあ、グリーンマーブルカラーという形の商品にはなっています。もう全然大きさも違うし、これは今回ちょっといい買い物したんじゃないかなっていうふうに思います。この転換部分も白でかっこいいですね。とね、万年筆使っているとね、常に思うんですけれど、だんだんね、この黒シルバーとか、黒ゴールドとかいうのが各メーカーでも出しているので、だんだんね、飽きてくるんですよね。買わなくなってくるんで、まあ今回この、ツーベレーンの M605 はなかなかいい買い物ちゃうかなって思いますね。で、僕のね、もともと万年筆にハマったきっかけがこのセーラーのプロフェッショナルギアっていう万年筆だったんですけど、まあこれとほぼほぼ、まあちょっとプロフェッショナルギアの方が太いかな、というような感じの商品ではあるんですけれど、まあそれにしてもこの存在感たるや、素晴らしいものがありますね。で、まあロジウムプレートっていうのもちょっと一応気になった決め手の一つでもあるんですけれど、それからまあこの辺の細かい金のパーツはパラジウムを使ってるということなので、まあロジウム使ってパラジウム使ってなんで、まあパラジウムもロジウムも白金属の金属ですけど、まあふんだんに使われてて、なかなかいいんじゃないですかね。まあ、この軸なんかもね、全部レジン形成されたもの、まあ高級レジンとか表現してるんですけど、まあ高級もクソもないと思うんで、どっちでもいいんですけど、で、まあ長さ132の、同軸径が 12.5 なんで、まあ若干このプロフェッショナルギアよりは細いんですけど、まあ、この城なかなかかっこいいですよね。で、本当はね、まあグリーンからちょっと入りたかったんですけれど、グリーンもね、なんかなかなか変えずに、まあしかも実はね、文房具動画上げてる上で万年筆何回か上げたことあるんですけど、実はねあんまり人気なくて。僕の中ではまあいいかなとは思ってたんですけど、最近またちょっと万年筆いいなとちょっと思い始めて、まあたまたまね、なんか書くのにインク入れてちょっと書いてたことがあって、その時にあちょっといいよこれって思って、まあまたちょっと万年筆も持ってるやつ全然紹介してないんで、まあまたちょっとずつ紹介していこうかなっていうふうには思いますね。まあ、ということで、本日はペリカンのスーベレン。ペリカンの万年筆ですね。スーベレン M605 ホワイトストライプの購入品紹介という形で紹介させていただきました。まあ、また限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。